雪の舞鶴基地北九岩壁舞鶴基地とは、京都府舞鶴市麻丸部下千190、大麻北九正寺北宿1五十九、大麻浜正寺浜二千1 8大麻千元寺正寺地,地中1 7 5五の二、大麻長浜正寺長浜1七、千8の複数の地区に所在している舞鶴地方体の施設や所在部隊を総称しての通称であり、日本では、 海上自衛隊基地などという場合がある。日本海における海上自衛隊の最重要拠点。明治時代の対ロシア戦略上、日本海軍は日本海側へ海軍の軍事拠点を設置することが悲願となっており、1889年に湾口が狭く防御に適しており、また湾内は波静かで多くの艦船が停泊できるなど、軍港としては、 格好の地形であったマイズル湾に白羽の矢を建て、マイズルに鎮守府を設置することになり、1901年に帝国海軍のマイズル鎮守府が開府して、以来軍港として利用されてきたマイズル港に置かれている。第二次世界大戦前は帝国海軍マイズル鎮守府が置かれていたが、平時は戦艦は置かれず、 ワシントン体制時代には閉鎖されるなど、他の陳府に比べ運用上軽視されていた。戦前戦後にわたり、比較的旧型の艦船も多く配備されていたが、近年は日本海側の最重要拠点として見直されており、北朝鮮籍工作船の活動に備えるため、ミサイル艇2隻、また日本海の戦略的重要性からイージス艦2隻も順次配備された。また直近では、 隣接する大波燃料庫施設が拡充されるなどしている。島根県、山口県県境から秋田県、青森県県境までという広大な守備範囲を持つ日本海側唯一の海上自衛隊の基地として増強が図られている。第三護衛隊軍のほか日本海側の大部分の警備を担当する舞鶴地方隊などが置かれる。2007年当時の舞鶴基地、 RJBM マイズル基地の一マイズル航空基地は海上自衛隊マイズル地方総監部管轄の飛行場、京都府マイズル市にある。マイズルは海上自衛隊唯一となる日本海側の拠点であり、北朝鮮工作船などの暗躍に備え、防備体制の増強の必要性が叫ばれていた。だが、近隣に今まで海上自衛隊の航空基地がなかったために、 舞鶴港を母港とする第三護衛隊軍に所属する護衛艦の搭載機は立山航空基地からその都度飛来しており舞鶴は欠陥基地と指摘されていたそこで海上自衛隊は舞鶴市長浜地区の約22万平方メートルの敷地に滑走路や管制塔、格納庫などを整備する計画を立案1996年に着工した そして2001年3月22日に完成し、当初、第21航空軍第123航空隊霊下の舞鶴航空分検隊が編成され、紹介ヘリコプター SH-60J6 機が常駐し、2008年3月26日には舞鶴航空分検隊が格上げされる形で、第21航空軍霊下に第23航空隊が新編され、 紹介ヘリコプターも12機に増強されるなど、日本海側の防備体制は強化されることとなった。ありがとうございます。